皆さんこんにちは、ダイダラです。マリオ 3D ワールド、今日はワールド3から進めていきたいと思います。さてね、ワールド1は草原のステージ、ワールド2は砂漠のステージ、そしてワールド3はこの雪、氷のステージとなってます。それでは早速行ってみましょうか。寒いね。さ、雪だるまのなんか3本みたいなやつがいるステージ、スノーボールパーク、レッツゴー、行くよ。さ、寒いぞー。さ、雪だ、おぉ、ぶっ壊せた。雪玉のサンボくん倒してやろう。あ、出た。これがスノーボールが壊しちゃった、ね、スノーボールなんかどっかにぶつけていくのかな、これね。へい、投げれる。あー、痛い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 。スノーボールを使ってスノーボールが出てきて、スノーボールがなんだらなんだらだから、スノーボールだらけだここは。すげー、コイン取るのすげー難しいこれ。あ、滑る滑る滑る。すげー、スケーティングマリオしてる。ほら、スケーティングマリオ、ジャンプジャンプ。はい、どけどけどけー。いや、こいつら、ではファイアボールでよくね。普通にファイアでよくね、これ。こいつら倒すの。ボール投げんくても。よーし。さあ、グリーンのやつ。よいしょ。ゲットです。さて、通してもらおうか。じゃあ、ここのやつは何かな？おお。これ、めちゃくちゃめんどくさいな、これ。よいしょ。猫マリオがあったら上とか行けたのかな？へい。さあ、ヒップドロップで壊す。なんもない。やべ、めっちゃ操作しづらい、この雪国。雪国めっちゃむずいわ。よし。さあ、これ中身は。あ、出た！木の葉だ！たぬきー！たぬきマリオはね、B ボタン長押しするとこんな風にね、ほわ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 ーってするぐらい。ヒップドロップで地蔵とかはならないんだね。オッケーオッケーオッケー。うわ、出た出た、いってー！お前はそういうことしよって。この靴あれだね、ヒューリーワールドでもあったな。うわ、危ないよ。イエーイ。ここのなんか人すげえ怪しくない？ん？何もない、ここ。ただ単純にトラップか。よし、さあ下行こうか。おお。さあ、やってまいりました。また変なとこ。これどうやって壊すの、これ。こいつか。えい。うわ、合ってるっぽいぞこれで。えい。あの下のどうやってやる。ああ、ぶつけた。下どうやってやるんだこれ。あ、いった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 。へい。あは、むずい。よし。それでどうすんだこれ。これなんか あるのかな、ここ。なんもないよね。よいしょ。さあ、次これ。おお。え、靴出てこなかったけど。靴出てくるもんじゃないの。あ、ここにあったわ、靴。よいしょ。さあ、靴をゲットしてみました。おお。これむずいむずい、操作むずい、操作むずい、普通にね。よし、やべ。あと1個がゲットできた。危ねえ。じゃ、抜きー。さ、このここはいいんだけどさ、ちょっと待って、マジでこれむずいんだけど。これ履いてるメリットあんの、正直言って。こいつグリーン持ってるでしょ、多分。痛い、落ちちゃった。あいつ意外と速いな、足。よいしょ。さあ、ちょっと待って、追っかけましょう。お前、股が割れ。よっしゃー、ナイスアタック。待て待て待て、あ、待て、また逃げたな、あいつ。雪玉を当てたらなんかいい感じに逃げるって感じだろうけど。よいしょ。やっと出してくれた。あぶねえ。さあ、グリーン下げと。雪玉で相手をひるませて、そこをね、殴り飛ばすみたいな、そんな感じの敵っぽいね、今のは。さて、見えたね、あそこ。おお。元気？元気？これ、こうやって取れないかな、こうやって。へい！あー、取れんかったか。でも、たぬきマリオは強い。タヌキマリオマジ楽だからな、これ。ひょわひょわひょわってする。うん、ここなんかある？あ、見えた。取れないんだが、取れないんだが、これ。ちょっと待って、え、時間切れになっちゃうんだけど。待って待って、え、ふい、無理じゃんこんな。あ、いけたいけたいけた。タヌキじゃないと絶対取れなかったステージだね。あぶねえ。ゆっくり攻略しすぎたせいで時間がマジギリギリのギリ。よし、それじゃあ行きましょうか。ほい。というわけで、てっぺんでゴール。あぶねえ、マジ。へい。おいえい。さあ、たぬきマリオで、てっぺんゴール完了でした。ちゃんとね、グリーンスターも、スタンプも、全部回収済みです。こいつ名前なんて言うんだっけ、わかんねえや。ね。テントウムシ。テンテン。多分そんな感じ。む。さて、51個になりました。ここまで51個みんなも集まってるかな。全部のグリーンスター多分集めれてます。さて、クッパの石像がどっかん邪魔してきたねっていうとのと、あれ絶対お化け屋敷だ、あれ
マイナスでね、逃げます。あの、なんかワールドマップ見れますよ、だって。見てみる？あ、なんかワールドマップ行っちゃったけど。ちょ、違う。マイナスボタンで、ねえ、こう、あ、これクリアリストこれだ。俺が見たかったです。ね、全部集めてるね。ほら、すごくない？ちゃんと集めてるね。ワールド1、オールコンプリート。ね、ワールド2も、オールコンプリート。で、ワールド3も、ワールド3長くない？なんかステージ多くて。え、こんな長いの？だいぶ長いね、これ。ビビっちゃうな。じゃあ、たくさんあるコースですけど、頑張って攻略していきましょうか。さあ、とりあえず、これ何これ？ 30 個いるの？持ってるよ。俺51個持ってくから、俺。グリーンスターをたくさんあるから、これでドカーンと開ける。ステージは何ここ？3の2だ、ここ。3の2、金網アスレチック。行きましょうか。金網ってあれだよね。ぐるぐる回ったりするやつだよね。行っちゃおうかね。レッツゴー。さて、あ！待って、これやばいやつだわ。待って、ほら、強制スクロールコース。でも来たね。猫マリオにゃお。猫マリオがいたら100万人力だわ、これ。へい。なんだ、今の。ああ、やったのコインのやつか。よし。これ怖い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 。やめて。やめてやめてやめて。邪魔しないで。ああ、もう逃げろ。あれ、全部叩いたらグリーンスターが出てきますとかないと思うけど、さすがに。へい。ごちそうさまでーす。グリーンスターある、ここも。これも取りたいね、ちゃんと。えい。よっしゃ、ゲットー。あ、待って待って待って、最悪。危ねえ、あ、落ちちゃった。そんな。この 3D ワールドのね、なんか結構優しげなところってさ、あれだよね、あの、一回クリアしたところ、おわっと待って、あっと、とっと、危ねえ、一回クリアしたらっていうか、一回取ったらね、あの、グリーンスター取った判定になるってところだよね、今の。今のちょ、ガチで今の焦ったぞ。で、ここ多分タヌキの方が簡単だわ。ここタヌキで行った方がホワ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 って飛んだ方が絶対楽だよ、このステージで。待ってね、これこうやって慌てて入らないのがやはりプロゲーマー。あれ、入った方がいいの？あ、入らなくていいよね、これ。え、どうすんのこれ。ほい、ほ、なんか見え、よし、ひひー。さあ、同じようにこれも、なんか見え。オッケー、見えないところの操作難しいね。よーし、さ、グリーンスター2個目回収できて、で、次のステージ見て、中間が、あ、タヌキなくなっちゃった。絶対タヌキのが強いのに。まあいいでしょう。で、ちくわブロックってね、あれ一回踏んだだけで消えちゃうようになってるから、なんか難しくなってるよね、ほんと。これ何この、輪っかみたいなマーク。おお、あ、スタンプあるじゃん。さあ、これでスタンプは回収できました。あと、グリーンスター1個だけです。どこにあるのか。これ何これ、多分あそこの上にあるわ、グリーンスター。ほれほれほれ、よーし、さ、グリーンスターゲット。さあ、これでもうね、全部攻略というか回収は終わったので、あとは適当に攻略するだけです。頑張ろうかね、なるべく前の方にいよう。危ねえ、その上乗れるんかい。危ねえ危ねえ。いや、その攻撃のね、ダッシュみたいなのあるじゃん、これ。なんか Y ボタンを長押しするとダイビングするんだけど、これの事故が怖いんだよね、猫マリオは。多分今回は何も全部回収できてるから何もないよね、先は。オッケー。いや、ここ結構むずかったな、マジで。ねえ、難易度タカタカタカスキーくんってなって感じ。よし、というわけでゴールしましょう。レッツゴー、イエヒ。ね、やっぱてっぺんの旗を取ったマークがあるのでね、しっかりてっぺんゴールしよう。オッケー、コースクリアー、にゃおよくやった、マリオくん。さあ、今回ゲットしたのは、あ、出た、猫ルイージ。ルイージ使ってねえのに猫のスタンプゲットしよって、やったぜ。さあ、3つのやつね、グリーンスター獲得で、次はお化け屋敷だ。やばい、お化け屋敷怖い。俺、お化け屋敷苦手っす。はい、ということで、ここは3の3、お化け屋敷の動く床行きましょうか。まあね、お化け屋敷といえばルイージですね。ルイージマンションが始まる。ウェン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 、ルイージ、ルイージくん、なんかテレサがここにいませんか。怖いですね、ここキングテレサやテレサが待ち構えてる。やっつけられないの、テレサって。なんだここは、ここ戻れない。うお、めっちゃ飛ぶな、ルイージ。ジャンプ力、ほら、高いジャンプ力。あ、ほら、ルイージマンションになっちゃった。助けてー、これなんだよ、ここ罠しかねえぜ。
ルイジ、怖い。さて、進めていこうか。なんだこのテレサの絵が。はい、絵の中に何かが。ないな。ね、このソファーは。ねえ。めっちゃ床が動くんだけど、ここ。何ここ。さあ、ドア入ろうか。え、大丈夫？グリーンさん1個もゲットしてないよ、まだ俺。マジで。何何何何このメダルゲームみたいなステージ。ねえ。危ない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 。ちょっとこれ普通になんか厄介なステージだな、ここ。もう猫でこうやって登っていけば多分いい感じなんでしょ。何ここ、ほんと。ワンナップ？ここ引っ込んだよね、今。なんかあるの？ここ引っ込んだけど。むっ！本がどんどん引っ込んで、あ中から出てきたグリーンスト、あれ一個取り逃してるぞ、俺。戻るか、一回。あソファー、いやー、ソファー怪しいと思ったけど違うんかい。あれ、ちょっと待って、次テレサ。テレサ絶対怪しい。テレサも違うの？え、待って待って、この上、あ今見えたぞ、今。ちょ、どうやって飛んだあれ。どうやって飛んだあれ。ちょっと待って待って、あれ時間アップだけ、おかしいな。あ、待って、今この上、え、違うのこれも。待って、またなんかいっぱいあった、いっぱいあった。アイテムがいっぱいあるな、ここ。隠し要素が多すぎる。あのテレサ何なんだろう、関係あんのかな。なんかファイヤー出てきた、イエーイ。こことかなんか、あ、お、いや違うじゃん。ここのキングテレサぐらいだよな、怪しいのって。それからドア入る。いやマジないわ、これ困った。どこにあるの？困ったな。絶対絵は怪しいと思うんだけど。なんか入れたぞ !64 始まった。ちょっと待って、これ取れなくね？待って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 。これ時間も耐えればいいのか。そうか、マリオ64オマージュか、今の。昔のマリオはね、絵の中入るっていうのがあったんですよ。マリオね、64で。よかったよかった。いや、お化けステージマジで迷う。ね、ちょっと時間足りるか怪しくなってきたぞ、これ。ねえ。おぉ、怖い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 。よし。うわ、なんかあったじゃん。よいしょ。やっぱ隠しブロックも多いし、厄介オブ厄介ステージだね、ほんと。待って、ちゃんとこういう上も見とかだとダメなのかな。ここ、上。なんもないね。よしよし。さあ、行こうか。なになに、もう階段向かうと、あー、なんだこのエレベーター。あ、最悪なんだけど、遊びすぎた。ひどい。エスカレーターしてたら、いやまあいいけどさ、時間がだいぶ復活したおかげで。グリーンスターと、スタンプだけはあります。早い早い早い、楽ちん楽ちん楽ちん。うわー、テレサがいる、キンテレちゃん。キングテレサ怖いぜ。写真撮ろう、これ今回のサムネ。あー、またやった俺は。死んでも、ちょっと待って、今死んだことによってなんか雲が見えたね。今死にながらサムネを撮る男。ちょっと待って、待って待って待って、取り逃してる取り逃してる。愛を取り逃してる、愛を。よし、アイファイヤー、ラブファイヤーです、ラブファイヤー。で、この手前、ここ、これ何ここ。はいはい、怖い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 。あ、ワンナップかよ、グリーンスターだろそこは。テレちゃん、テレちゃんいるけど無視ちゃん。待って、この鏡、あ、鏡で本来だったら見えたわけなんだね。ね、ほい、ちょっと待って、ルイジ君はジャンプ力あるからな、なんとかなるよね。よし、次。ここのとこ入っていいのかな。待って。入るより戻った方が絶対なんかあると思う。ここ戻ろう。ストップウォッチがある。なんか出てきた。ありがとうございます。この上は？なんもないか。え、土管入っていいのかな？こっちなんだろう。こっち、でも順路っぽいから入るか、ここ。よし。なんだよ！上だかよ！びっくりした。足場が、いや待って、え、ストーンストーンストーンって落ちる速度やばくなかった今の。でもワンアップあるってことはやっぱここ何回も死ぬっていう想定なんだろうな。ここ難しいもん、ちょっと。よし、さて、お前。ここだ、ちょっと、ここの上に立つ。よいしょ、オッケーオッケーオッケー、ウィー。さあ、オッケーか。待って、見えたぞまた、ほらあそこ、ここ。グリーンスターは、え、グリーンスターはないの、ここ。あれ、なんもないの、ここ。
こんな苦労してきたわけなのに。いや苦労してないけど、そんなに。行こうか。え、これでゴールだったらどうしよう。まだゴールじゃないよね、多分。通してね、ここ。いや、ワンナップの、あ、ワン、そのワンナップキノコも偽物かよ、もう。いやらしいな、あなたは。大丈夫だよね。ここなんかある？上。壁キック。ね、見えないところ。何か入るか。いらっしゃいませー。ほう、これ取ったら死ぬってやつやな、要は。ね。いやーい !100 秒プラスしたけど、死にとうない。後ろからテレサが来て、キングテレサも外で見ていて。ねえ。ここもテレサがいるわけで、割烹してます？こんにちは。さあ、またソファーだ、ソファー。ソファー。ソファー動くんだね、これ。てれ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 。ありがとうございます、ソファーさん。ソファーさんに連れてってもらった裏面かな、ここ。なんだよ、グリスタビビッと。やったぜ。いや、テレサいいとこあるじゃん。最後は騙してくれなかったな、俺のこと。やだー、やだー、いっぱいいる、イエーイ。なんでだよ。多分全員突っ込んだと思うよね。なんでだよーって。おかしいでしょ、今のトラップは。マジビビったわ。よし、ゴールカスクリアー、リー、イエーイ。いや、楽しかったな、ここのステージ。ルイージできてよかった。はい、というわけでスタンプはテレサでした。お化けにビビって泣いてる妖精ちゃんみたいになっちゃったね。かわいい。いやー、いいステージだった、ここ。はい、でもめっちゃ難しかったから探索マジしないと見つかんないと思うから、みんな頑張って探してね。出たスロットゲーム。はい、皆さん今回ここまでにしましょうか。スロット次回やろうね。それじゃあね、チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価よろしく。今後もね、たくさん攻略していきます。またね、おつぽいよー。